5月20日モーニングショットをお届けしたいと思います。本日あんまり買い上がりたくはないんですけど、やはり基本は買いなんだと思うんですね。ただ自分が買いたい水準155円の4535ぐらいなので、80-90ゾーンは買いたくもない、逆に156円をバックに売りたくもないという水準なので、買い目様子見をしております。買いたい水準155円、4535で155の20でストップ、155円の、上を抜けてですね、跳ねたら156円の1525ぐらいで利食いたいというようなイメージなんですけど、じゃあ6円超えると思ってるんだったら、じゃあ8090買えばいいじゃないかというご意見あるかもしれませんが、超えないかもしれんと。一応の利食いの、ターゲットは1525に6円台置いてますけれど、買いで入ってもし超えないんだったら、やっぱり9095でやめたいという意識があります。なので、あんまり高いところは買いたくないと、そういうイメージでございます。ユーロドル 1.08 の5040買いから、 1.0820 ストップ、 1.0895、 1.0905 で利食い、ユーロ円169円の2515買いから、168の80ストップ、169円の6070利食い、ポンド円197の7060買いから、197の30ストップ、198円2535利食い、タイドル 1.267565 買い、 1.2640 ストップ、 1.27 の4050利食い、タイドル、そうですね、今申し上げましたね。オージー円、104の10ちょうどで買い、103の70ストップ、104の7080利食い、タイドル 0.668070 買い、 0.6650 ストップ、0.67 の3040利食い、ニュージー円95の3020買い、95円ちょうどでストップ、95円の8090利食いのイメージです。すいません、クロス円もすべて買い目様子見にしております。タイドル 0.61 ちょうど、 0.6090 買いから、 0.6070 ストップ、 0.616070 利食いのイメージです。ちょっと今日はですね、ちょっと手出しにくいですね。ちょっとしばらく、逆張りもしないようにして、本来であれば下がったところを買いたい、ちょっと値動きを待ちたいな、そういうふうに考えています。本日も何かございましたらよろしくお願い申し上げます。これで、モーニングショット終了です。